ります。アザラシは年に1回全身の毛が生え変わる繁毛の時期があるのですが、ちょうど移動が終わったばかりで、綺麗にちょっと白っぽい体の毛をしてますよね。これがですね、過ごしていくとだんだん茶色っぽくなっていってしまいます。こんなに綺麗な体の色を見れるのは今だけですよ、皆さん。ぜひいっぱい写真撮ってあげてください。さあ、そしてこのウマヅラザラシは、クレア種類というグループに属しています。それらが今、毎朝
いどありがとうございます。今からですねペンギンたちはこちらの目の前の通路を歩いていきますが、その際にペンギンたちの方に手や顔などを出してしまいますとペンギンたちにつつかれてしまうことがあります。絶対に手や顔などペンギンたちの方に近づけないようにお願いいたします。ペンギンたちどこから狙ってくるか分かりません。柵からも手を離してお待ちください。さあもう扉の前で今かとペンギンたち待ち続けてますね。この時間にご飯がもらえるというのが分かっているのだと思います。さあそれでは準備ができましたので早速ペンギンたちにはこちらまで出てきてもらいましょう。さあ飼育係が扉を開けると一目散にペンギンたちが続々と出てきてくれました。さあ階段もしっかりと上手に下っていますね。さあそして今スロープの入り口でなんだかキョロキョロとちょっと挙動不審なペンギンがいますが、今日初めてここまでやってきたヒナのペンギンになります。さあ今出るかどうかすごい迷ってますね。どうしようかなどうしようかなという感じですね。このケープペンギンは集団行動をして生活している種類です。そのため他のペンギンたちに釣られて扉の前まで来てよいしょとなんとスロープを下ってきましたね。さあ今日初めてのお外です。人生で初めてここまで出てきました。どこまで行けるかな、どうする。さあ最後に帰り道がわからなくならないといいのですが、どこまでも出てきそうですね。現在名古屋港水族館ではこのケープペンギンを23羽飼育しています。さあそして今階段の上には階段を下るのが下手くそなヒナのペンギンが見えますね。今ピュンピュンと下っていった方のヒナがちょっと早めに生まれたペンギンのヒナになります。この今初めて出てきたヒナの方はちょっと遅く生まれたペンギンです。さあ上手に階段も下れるかな、もう帰る、どうしようか迷ってますね。このケープペンギンはアフリカ大陸の南端にある南アフリカ共和国という国を中心に定住しているペンギンたちです。そのためペンギンといえば雪のたくさん降っている寒いところに住んでいるというイメージが強いかもしれませんが、このケープペンギンはビーチなどでも見られるほど温暖な環境で生活をしています。名古屋の気候とも似ているところがあるため、このように外でフィーリングタイムを楽しむことができます。そして今回ペンギンたちに与えている餌はアジという魚とイカナゴという魚2種類です。そんな魚をペンギンたちは丸飲みにして食べています。そのためとても小さかったり細長かったりという魚を与えています。さあ続々とペンギンたち飼育係から餌をもらっていますが、飼育係が餌を与えた後に番号を叫んでいるのが皆さん聞こえてきたでしょうか。12。この番号はペンギンたち一羽一羽につけられている名前の代わりの番号です。そしてその番号をですねペンギンたちの翼の付け根についているカラフルなバンドで見分けています。そのため一見同じに見えるペンギンたちを飼育係は瞬時に見分けていたんですね。そしてペンギンたちは23羽もいると性格も好き嫌いも全く違います。このアジという魚、イカナゴという魚2種類を好き嫌いなく食べれる子も食べれるペンギンも多いのですが、アジしか食べない、イカナゴしか食べないというペンギンもいます。そんな好き嫌いも一瞬で見分けないとお魚を捨てられてしまったりもします。さあペンギンたちとても一生懸命に餌をもらっていますね。そしてその食べ方、ペンギンたちにも違いがあります。1は岩の上でずっと飼育係が餌をくれるのを待っていますね。あのようにずっと餌をもらえるまで待っているペンギンや飼育係の足をつついて餌を催促するペンギンなど、そんなペンギンたちも様々です。さあぜひこの子こんな食べ方しているなというのも皆さん見てみてください。16頭。さらにこのケープペンギンはケープペンギンという名前の名前が付けられています。アフリカの方に住んでいることからアフリカンペンギンという名前、さらに足が黒いことからブラックフッテッドペンギンという名前、
そしてロバのように鳴くことからロバという意味のジャッカスペンギンとも呼ばれています。鳴き声は小屋に戻った後によく聞こえてくることがあるので、ぜひ皆さん小屋の中に戻った後も鳴き声に注目してみてください。ちょっと想像できないような鳴き声をしています。6と7。さあ、先ほどこのケープペンギン集団行動をして生活しているとお伝えしましたが、階段の上に1羽、全くみんなと一緒に行動していないペンギンがいますね。このようにたまにとてもマイペースなペンギンもいます。下まで降りていかないとご飯もらえませんよ。来ないの？あまりお腹が空いていないのでしょうかね。そして私の近くでは人生で初めて外に出てきたのがちょっと暴れていますね。スロープから落ちたり登ったりといろんな冒険をしています。そしてこの小屋の中にはもっと小さなまだ